丹平山は中国共産党初期の指導者。後に中国国民党革命委員会の主要な創始者の一人となる。旧名はナルケ県、号は平山 ?1886 年、広東省公明県の下立屋の子として生まれる。1905年、熟慮の末、広州広東、高生の市範学校に入学。卒業後、 雷集中学の教員を務め、かつ中国同盟会に参加。1917年、北京大学に入学し哲学を学び、積極的に54運動に参加する。1920年、関東に共産主義グループ創設のため戻る。1921年の中国共産党成立以後、中共関東支部初期に任命される。1923年は中国共産党、 第3次全国代表大会に出席、中央執行委員、中央局委員に選出される。中国共産党第4次全国代表大会においても、中央執行委員に選出され、中国共産党第5次全国代表大会において、中国共産党中央政治局委員、農民部長に選出された。1924年1月、広州で開かれた中国国民党。 1> 第1回全国大会では、ソ連の制度を模倣した、中央執行委員会の体制が作られた。中央執行委員は、総員24名で、孫文直系の王朝名、古官民、領中外などのほか、丹平山、李大将、宇宙徳の共産党員3名が当選した。また、中央執行委員候補17名中、共産党員は、林祖官、毛沢東、張国党、 九州博ら七名に及んだ。丹平山は、合わせて、国民党中央組織部長となっている。1927年3月、武漢国民政府委員兼農民部長に任命される。1927年8月、南昌法規に参加、中国国民党革命委員会議長団主席に選ばれ、以後対外的に、国民政府委員長。放棄軍南下中、ガリを、 中国共産党に入党させる。南省放棄失敗後は、香港に亡命。11月、中央臨時政治局拡大会議場、張国党による、コミンテルン代表への説明により南省、放棄失敗を引き起こしたとして欠席する間に、党籍を剥奪された。1937年、日中戦争勃発後に帰国、中国国民党や三民主義青年団で幹部となる。 1> 第1、第2、第3、第4次国民賛成会賛成員も務めた。日中戦争勝利後は、蒋介石の内戦政策に反対。1948年1月、香港で中国国民党革命委員会の成立に参加、中央常務委員となる。1949年9月、中国人民政治協商会議の第1次、全体会議に参加。 議長団常務委員及び第1回の全国政教委員に選ばれた。中華人民共和国成立後、政務院人民監察委員会主任などの職に任じられた。1956年3月、民側中央副主席に選出される。同年4月、北京で成居。ありがとうございます。